ぱりその無呼吸だけの問題じゃなくて、その炎症っていうことで心筋梗塞が起こりやすい、それから糖尿病になりやすいっていうこと、それからやっぱり酸化が起こりやすい、さらに疲労が起こるわけですよね。無呼吸なわけですから疲労感がかなりなくなる。その違いが分かりにくい、ビフォーアフターがないと分からない。それをそれがすごく大切なことで、それそこですよね。 CRP、 まあその100歳以上の100歳、まあ、今 CRP はもう高精度 CRP に変わりつつあるんですよ。全体的に、0.02 まで測れない、要するに 0.1 以下の部分が測れるようになっているので、その炎症があるかないかの指標になる。本当はTNFR、まあまあ何でもいいんですよ。その炎症のがその高いと、物質が高いとそういう糖尿病になりやすいとか炎症を起こしやすいとか心筋梗塞になりやすいということがはっきり分かってて、まあ、それを何とかしていきましょうっていう形にはなってるんです。具体的にどうしましょうってことがないわけですよ。で実際にそのインフルエンザがアイウベ体操というのが元に、アニオベの代わりにアイウベ体操というのが元になってるんですけども、それはだいぶ言われてるんですけども、でそれで、インフルエンザが3分の1になったとかっていう話もありますから、でまあアニオベでもアイウベでも一緒なんですけども、舌位を上げるという意味では、あイってやるとどうしても下がってしまうので、ニって言って上に上げる、あニです、ベロが上に。2とか4っていう方がベロはつかないで、あ、いからウーになっちゃうと食いしばったまんまになるので、そこで舌位が下がってしまうと、舌位をとにかく上げるっていうことが姿勢にも関わってきますし、軌道にも関わってくるしっていうところなので、その舌根、呼吸がしやすくなると体のストレスも少なくなってくるんですよね。夜寝てる時の疲労感とかそういうことも全部含めて、体がストレスも良くなってくるので、酸化ストレスというのは起こりやすくなると。とにかく寝れてない人が非常に多い、その寝れてないところの一つの原因として、その舌根沈下っていうのがすごくある。それを舌位を上げるっていうことなので、皆さんも本当にベロをもうこうやって耳たぶこうやって上げるだけでベロは上がるベロが上がるので、耳たぶ少し上げるだけでも構わないですし、それによって舌位は確実に上がるので、それを気をつけていただきたいという。意識的に上につけるっていうよりも、意識しなくても上についた状態っていうのは僕は理想だと思います。で下についてるよりも絶対意識的に上につけてた方がいいし、それはかなりの訓練をすると、矯正だとそういう訓練をするんですよ。でこの訓練をする矯正歯科に行ってください。そうじゃないと矯正してもベロの位置が一緒だったらまた押しますから。で今機能矯正って言って、もう矯正はそれがメインになってきてるんですよ。機能矯正でベロの訓練と、あと、マウスピースやそういう矯正装置をとか、スポットにベロを置くっていうことを意識することがすごく大切なんですけども、なかなかそれができない人が多かったので、まあ、そういったアニオベ体操とかアイオベ体操とか、まあ、いろいろ偏見のカニオベ体操とかいろいろあるんですよ。まあ、そういったものはもともとはアイオベ体操で、アイオベ体操でも全然構わないし、やっぱりそこはその開発者の先生の経緯はあるので、まあ、ほとんど変わらないことではありますので、まあ、それをやっていくっていうのはすごくいいことだなと思います。でアニオベ体操もアイベ体操も1個貼っておきますので、ぜひ見ていただければいいかなと思います。